こんにちは、さゆたかさん、はい、先日ゆたかさん、あの藤川球児さんが阪神の新たな監督にこう報道されて、すぐ速報というか出しましたよね、動画出されて。まあ、藤川球児というよりも岡田監督の退任ということで、まあ出した動画だけどね、はい、でそんな中まだ決定ではないんですけれども、どうやら藤川球児氏で一本化というふうな記事も出ています。そんな中、なんとヘッドコーチにある方の名前が上がりました。これデイリー新潮が報じたんですけれども、なんと、宮本慎也氏、途中までですか、宮本慎也氏にあのそうなるんじゃないかというふうに、これデイリーなんですよね、一応デイリー新潮なので報じていて、まあね、今阪神ファンがやっぱりそこは内野守備などの強化っていう意味でもヘッドとして置くのかななんていうふうに噂されてます。これはまずびっくりなんですけど、まあまあそうやな、はい、まあでもいいところに目つけたなと思って、あ、もし本当ならば、いやいや本当に、うん、いやそう思うよ。おまあまあでも彼もな、はい、いろんな苦労がありながら、うん、まあでもユニフォームの夢っていうのもあるだろうけどもね、でもまあ彼は監督だろうな、夢はな、もうコーチ、ヘッドコーチではなくっていう、ヘッドコーチではないけどもな、これあの元 NPB 球団監督なので、はい、元どのチームかの監督の方が話されてるんですけれども、はい、藤川氏が新監督の有力候補に上がったことは想定内だったという、はい、その上で一番大事なヘッドの人事が見えてこないと、はい、で藤川氏が現職のコーチなら周辺の人間関係から類推できるのですが、まあ、チームを熟知している平田さん、はい、平田ヘッドコーチや、あと今岡さん、はい、それから2軍の和田監督も候補に入っているでしょうということで、うん、あと鳥谷さんはなさそうです。鳥谷はない。早い、もう鳥谷はない。ないですか？絶対ないと思う。それはどういう、鳥谷がやりたくないから、コーチをですか、うん、なんか、まあ、監督もそうだろうけど、なんかいろんなところで話されてるみたいな。いやもう ね興味がないものはやらしてもしょうがない、うん、まあそうか、うん、あれやっぱ本当なんですね。絶対ない。なるほど。なんか今鳥谷さん、あの阪神関西の方のテレビ番組でも、うん、全く阪神が勝とうが負けようが興味がないというふうに話されてて、まあ、それはテレビ的に大げさに言ってるかもわからないし、あ、まあ、実はそれはちょっと鳥谷の話を擁護しとくけども、はい、だけど俺が聞いた話でも全く興味がないと。あ、じゃあもうそこのせいはないですね。擁護になってないから。擁護になってない。だけどそうなのか、やっぱりそれははっきりしてていいと思うよ俺は。まあ、そうですね、うん、絶対あのね、自分を高めていくのが好きなんだって。人に勝たすとか、チームに勝てるとか、あんまり興味がないらしいよ。やっぱ自分がどうしたら光り輝くかとか、あ、そういうところに興味はあるけど、はい、他人のことなんか興味ないって言って。で今ね、解説もされているので、はいはい、やっぱり自分が解説で輝くというか、表に出るっていうことが今一番好きなことっていうことなんでしょうね。で、この元 NPB の監督の方なんですけれども、監督は自分の代わりに厳しく選手を指導してもらいたいと思うもの、昔なら星野さんしかり、最近なら立浪さんしかり、今はこの宮本さんをヘッドとして欲しがる球団は少なくないと思いますと。それお前、前者は監督じゃない。はい、宮本は監督やったことないじゃん。そうなんですよ、ね、星野さんの時は島野さん、はい、だから出してる名前が違うじゃない。あ、まあそうですね、そうでしょ、確かに、うん、いやだから、まあ、この NBP の元監督は誰なんだよ、うん、どなたなんだよ、誰なんだよ本当に。でそれが、はい、その人が宮本慎也って言ってるの、もう、十分にありえると。で他の球団もやっぱり宮本さんをヘッドにしたいという方は少なくないでしょうねと、結構多いんじゃないか、ね、ということなんですね。厳しいか厳しくないかって、今の時代厳しいからいいっていうもんじゃないしさ、うん、それはもうあれだけども、まあ、その俺話を聞いて、はい、普段例えば中日から、はい、立浪がなります、うん、で立浪監督になる、で宮本慎也を呼ぶのか、うん、という記事の時にはすぐ出ますすぐ出ますすぐ出ます行くので、まあ、あの西武をこう立て直す、はい、いや宮本慎也監督、うん、これがいいんじゃないか、うん、言ってきた、うん、全く電話するつもりはないない絶対受けるはずがない。すごい、その確証という、いやもう受けたらびっくりするわ。あ、そのぐらいのことなんですね。もう俺ね、頭坊主にするっていうのは頭の皮剥ぐよそこまで、そこまで
絶対ない、100%。もうこれは電話するつもりもない。そのぐらいもないことっていうことですね。もう絶対ありえない。これあったらびっくりするわ。ひっくり返る。そらもうねって言いながら動画撮ってるけどね。なんでかなみたいな。なんでかなみたいな。ただじゃあ宮本さんが次になるとするとやっぱり監督と、はい、まあ監督とかだろうね、うん、まあそら場合によってはそのヘッドとか、うん、まあ、そういうのはまああるかもわからないけども、はい、まあよっぽどのことがないと、まあ、監督しかないわな。なるほど。となると本当にヘッドが見えてこないんですよね。もしあの本当、まあ、藤川さんでそんな見たってしょうがないじゃないの。知りたい。豊さん、いやそれはね一番いいのは、うん、ね、お母さんに頭下げて、はい、平田勝夫、うんうん、これが一番路線的にはいい。はい、で人柄もいい、うん、ね、で経験も豊富、はい、でも俺平田はやらないと思うよ。岡田監督の立ててってことですか。いや平田が仕えてきたのっていうのは、はい、やっぱ年上だから全部、まあ、それだったら俺は、まあ、今岡とか、うん、あとは和田二軍監督も候補に入っているというふうにも出てるんですけど、うん、まあ柔らかいからね和田は。ああ、柔軟な感じなんですね、うん、だからまあいいかもわからないけども、はい、まあそれはやっぱ藤川がもし正式決定した時にやっぱこう話すことじゃないのかなと思うので、ね、うん、ヘッドコーチが俺まあまあ大事なポジションだけどな、大事なポジションだけど、うん、藤川自体が欲しがるかなと思って、はい、ヘッドを今やっぱねピッチャーの監督ってなんか欲しがらないような気がするんだよ。やっぱこうエースでしょ、はい、親の大将だから、うんうん、人の意見で聞くかなと思って。うん、どうなんですか、まあ、工藤監督とか与田さんとかもいらっしゃいましたし、まあ、どうなんですかね。まあまあだからまあすごく重要視するんであれば、うん、やっぱそれはそれなりの人間を、はい、和田なんかはいいよね。あ、和田さん監督経験者だし二軍監督からヘッドコーチ、まあ、まあそうだね、まあ、サポートっていう形になるんですよねきっと。そうすると、まあ、サポートっていうよりもやっぱこう組織をこう見渡して、うん、まあ、監督が采配を振るいやすいように、はい、まあ、持っていくのが作業だけどさ、うん、和田だったらできると思うし、はい、まあ、今岡っていうのは勉強しなきゃいけないしね、またそういうポストにつけば、はい、あのやっぱ、まあ、バッティングコーチとヘッドコーチって違うしさ、うん、だから、まあ、誰になるかわからないけどもね、うん、まあ、だけど藤川次第だな。これ藤川が、はい、もうとにかく本当に重要なポストだっていうね考えるんだったらそれなりのものを持ってくると思う。これもし仮にもう藤川さんでもう決定というふうに出た場合、豊さんが考える藤川さんがこう組閣するとなると、どういったポジションにどういう人を置きそうですか。だから人脈がどういうふうにあるかだよな。だからそこら辺が見えてこないから、そうですよね、だから何とも言えないけど、うん、でもまあ阪神はあんまり外から入れたがらないでしょ。あ、そういう傾向にあるんですね、うん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 、まあ、傾向にあるっていうか、まあ、伝統のあるチームだしね、はい、それなりの OB も輩出してるからさ、うん、まあ、そこからチョイスしてくるかなっていうふうには思うけどな。あのファンの中で言われてるのは、例えば赤星さんをこう入れるんじゃないかという人もいれば、いやいや赤星さんは腰痛だからおそらくやらないよっていうファンがいて腰痛関係ある。まあいいじゃん、その理由になるじゃん、腰痛い腰痛い、うん、まあ、という方もファンの方もいらっしゃったりとか。赤星さんっていうのはどうなんですかね。まあ、ヘッドじゃなくても、うん、コーチにいるとやっぱこう、はい、いいかもね。うん、でいいかもわからないけども、はい、やっぱ組織だからさ、はい、これねやっぱ難しいよ、うん、赤星ってやっぱり主張が強い人間だと思うし、うん、こう見てるとね、はい、でもその主張がないとやっぱあの小さな体で、はい、やっぱあそこまでできなかったと思うしね、うん、だからまあコーチになったらその主張を止めれるかどうか。うん、そうですね。だからそこら辺の問題は、俺は主張が強すぎるから、うん、すぐクビになるんだけどそれベストアドしてるんですか。そうそう、だから組織に合わないんだよ。そうなんですね、組織に合わない。一匹狼なんです。いや別に合わそうとも思ってないし、うん、いやそれはもう正しければ正しいことの方がいいだろうっていう、うん、そうそうタイプだよね。だから片岡っていうのは正しいことでも我慢できるんだよあいつは。片岡さん、いやだからすごい立派だなと思ってさ、はい、ね、うん、それは俺仕掛けるんだけど全く乗ってこないんでいやだけどまあそうだ、いろんな性格があって、うん、もういいと思うんだけども、はい、藤川は主張を嫌がると思う、うん、なるほど、うん、
そうするとやっぱり自分が なるだけやりたいような環境に置かせてくれるような、まあ、組織をやっぱこう取っていかないといけないなっていうね。そうすると投資家、まあ、藤川さんが、まあ、投資家あの藤本とかいいよね。ああ上がってましたね声、うん、あのいや藤本なんかはこう自分をしっかりこう保てる人間だから、はい、今も現役いますもんね阪神に、まあ、サードコーチだから、ね、だからすごく あの子はいいと思う、うん、これ投資コーチはどうなるんですか。投資コーチはもう自分がやっぱりやっていくだろうからいやだから主張が弱いやつだよね。主張が弱そうな、うん、一緒にやってたの。いやだからまあそのまま岡田監督が良しとすれば、うんはい、安藤とかはいいと思うよ俺は。ああそうなんです、ね、だからそんなに大きく組閣しなくても、はい、いやそれはもちろん藤川が連れてきたい人間だとか、うん、そういうのはやっぱりやりやすい人間とかは必要だけども、うん、それ以外だったらやっぱこう今やってるコーチたちっていうのは岡田監督の下でね、はい、やっぱ鍛えられてるよ。うん、だから俺もすごいといいと思うけどな。そうですね、うん、もし可能であればそのまま引き継ぐというか何名かは、まあそうだね、っていう形が理想なのかな、まあはいはい、藤川さんはね解説されてますけれどもやっぱりコーチとか監督もちろんその経験がまだないというところでやっぱりサポートしてくれる。で2回あるんだよ。えコーチも、うん、どこですか。コーチ商業コーチインディコディックスファイティングドッグスあコーチ2回。そっちのコーチに。じゃあ3回今回3回目の3回目は監督。あそうですね。あそっちのコーチっていう SNS の話題があるんでうまいこと言うなと思って。コーチは2回経験してると。何の方面白いですよね。確かにそうですよね確かに言われてみればそうだなと思いましたけれども。そうそうそう。あとね藤川さんといえば解説の中でもやっぱりその木浪選手と中野選手の打率についても結構厳しくこのままの打率じゃこれ打者なあのピッチャー並みだよねみたいなちょっと厳しめのこともおっしゃってたりとかしたのでそういったところももし藤川さんになれば来シーズンのキャンプからどういう厳しく言ったからってね、うん、打率が上がるわけではないよ。じゃあ誰が教えるんだっていうことで。そこそうですよ ね、バッティングは誰がっていう、うん、そういう意味でも藤川さんになった場合はどういったバッティングコーチであったり打撃コーチであったりうんバッテリーだったりとかバッテリーコーチだったりっていうのを置くのかなっていうのは、まあ、そうだね、はい、まあ、お手並み拝見だけどさ、うん、まあ、まずは組閣をね、そこです、ね、どう組んでくるかっていうのは、うん、まあ、楽しみだけどね、うん、ただ豊さん的には宮本慎也さん 100% ないと。え何の話だったっけっていうような感じだよ。そんなことあったんだみたいな。っていう感じなんです、ね。みたいなもんで、うんうん。これ蓋開けて宮本慎也さんって言ったらひっくり返りますね。なったらもうね、うん、PL 関係はざわつくだろうな。そこも気になりますね。そうだね。はい。